ティーチャー空母、ティーチャー空母。あのね、飽きさせない方法ね。確かにね、ジャルジャルね、僕ね、もう、あれですね、もうあんま見てないですね。見るとしても、たまに昔見た一番結構回ってるリモートワークの、あとはあれですね、僕が好きなのは、新人さん、ジャルジャルのやつで、新人さんがめちゃめちゃできる英語ペラペラの人みたいな。あれめっちゃ好きなんですけど。新人さんがめちゃめちゃ実は仕事ができるっていうのがめっちゃ好きなんですよ。あとね、寝転んでるやつ、寝そべってるやつってやつの、この2本が好きで、これたまに見ますね。でも、他の新作はあんま見ないですね。で、これ、飽きさせない方法っていうのがあって、飽きさせない方法って何かっていうと、もう単純なんですよ。悩みにちゃんと回答した、その人に対して、マンツーマンで悩みに回答してあげるっていうことをやると、飽きるとかそういう概念じゃないんですよ。飽きるんじゃなくて好きになるんですよ。その人にこの人は私にちゃんと回答してくれるな、みたいな、飽きるとかそういうのじゃなくて好きになるんで、好意を抱くっていう、ね、自分のために、あ、回答してくれたんだな、みたいになるので、だからそれをやると、強いですね。僕がなんで生き残ってるのかっていうと、それを常にずっとやってるからです。久保さんもそうです。久保さんもライブ放送とかで、来たコメントに対してね、読み上げるとか、質問に対して読み上げるとかね。やってるから、続いてるわけですよ。究極は、悩みに対して回答するっていうのは、いいんじゃないですか。でも、ネタで勝負してると、やっぱね、限界なんですよ。ね。どうですか？ネタがやっぱ限界ありましたね、久保さんね。でも、悩みに限界はないんですよ。悩みに限界はないんですよ、これ。そう。常にね、いろんな悩みがありますからね。僕も薄毛の悩みでしょ？あと、健康の悩みも40になってね。新しい、年齢を重ねれば重ねれば、またその新しい悩みが出てくるし、お金を稼げば稼ぐほど、税金どうしてるんですかとか、税理士さんどうですかとか。この前もあったんですけど、吉谷さんは確定申告どうですか終わりましたかみたいなね。悩みはね、もう一生尽きないですからね。悩みは無限。ネタは有限。いってらっしゃい。